ソザルです。よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、まあ、これからの時期ですよ、まあ、夏に向けて、はい、はい、もう夏にかけたい涼しげなフレームカラーというのをですねご紹介したいなと思っております。夏にかけたいというところでですね、ちょっと涼しげなフレームを集めてみました。また1本目、こちら雨音 C2 番ですね。まあ、これも雨音って名前がついてるだけあってですね、本当にこのクリアのブルー、非常に綺麗なカラー2番となっております。これまさしくですね、涼しげ、そんな雨音ですね。ああ、いいね、爽やかな、はい、ありがとうございます。ちょっとクリア感の強めが、はい、水っぽい艶感のある一本で、目元が涼やかにね。そういうことです。はい、これから晴れたらこれさらにクリア感増すんで、じゃあ涼しくなる。もうかけてもう今は涼しいもん、ひんやりと、うん、寒いぐらい。ということでですね、2本目はこちらです。戦線カラー6番ですね。こちらの戦線片方クリアでですね、フェザー柄になってるんですが、まあ、このクリア感ですね、非常に涼しげ、これもまさしくですね、夏にぴったり、これからの時期にぴったりの一本なんではないでしょうか。おー、涼しげやね。いや、すごいですよこれ。結構最近ね、クリアカラーのフレームって人気があるんだけど、はい、クリアなんだけどフェザーが入っててね、そこまで透明感が強すぎないっていうのがまた魅力の一本でもありつつ、なおかつ片側のねメタル、はい、またインパクト絶大でね。でこれね、フラットメタル今かけてもらってるんだけど、凹凸ありのタイプもあるんだけども、はい、夏っぽさって言ったらメタルがフラットな方がちょっとメタル感がキラッとしてね、夏っぽい一本かなと思いますね。その通りです。もう言うことはありません。そして本日最後こちらです。リのカラー4番です。こちらはですね、見ていただくと分かる通りですね、かなり個性的な色味、もう虹色のようなですねフロントになってるんですが、両サイドのこのブルーからのクリア、この辺めちゃくちゃ涼しげです。ぜひぜひこちらですね、リのカラー4番も夏におすすめです。もうド派手やね、爽やかなド派手やね。その通りですね。もうこの両サイドのブルーがですねパチッと目立ってですね、まあ爽やかです。かけている人多いというね。いや、もうトータルビューティーですわ。はい、ということでですね、本日は、これからの季節ですね、夏に向けてかけたい、まあ、爽やかなカラーということでですね、ご紹介させていただきました。やっぱりクリアのフレームっていいですよね。本日ご紹介したフレームはですね、通販でもご購入いただけます。もちろん店頭にも並んでおりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。皆さん、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。さよなら。